皆さんこんにちは、ひょがよめです。実はひょがよめメガネっ子なんです。メガネをかけてるとね、ヘッドホンしてると圧迫されると頭が痛くなっちゃってたんですよね。そこで新しくヘッドセットを買いました。私が今回買ったのはロジクールの G733 っていうライトスピードワイヤレス RGB ゲーミングヘッドセットです。色がライラック。これを買った理由はたった一つ。色が可愛かったからです。というわけで早速開封していきましょう。はい、こちらがロジクールの G733 です。それでは開けていきます。開けると黒い箱が出てきました。 KeepPlaying と書いてありますね。はい、この KeepPlaying と書かれた箱の中にはケーブル類が入ってるみたいですね。こちらが充電ケーブルで、こちらがヘッドセットのマイクで、こちらが Bluetooth でつなぐ USB で、こちらがヘッドセットの本体になります。軽いですね。今まで使ってたヘッドホンより軽いです。それで色がやっぱり可愛い。はい、それでは早速こちらつけていきたいと思います。やっぱり軽いですね。耳のところはメガネつけてても痛くならないですね。あんまり圧迫されないので頭も痛くならないです。この耳のところで音を調節できるっていうのは便利だと思います。音質は音楽専用ではないのでめちゃくちゃいいっていうわけではないですが、満足するレベルの音質です。まあゲーミングヘッドセットを買ってしまったので、ひょがよめはこれからちょっとプロゲーマー目指してゲームやっちゃおうかな。以上、ひょがよめでした。